では改めてあのこんばんは、えー、株式会社ハナスポの新山と申します本日は日本ラグビーフットボール協会の理事であり株式会社チームボックス代表を務めていらっしゃいます中竹さんの著書「どんな個性も生きるスポーツラグビーに学ぶオフ・ザ・フィールドの子育て」の出版を記念して私が中竹さんにスポーツと子育てについていろいろとお聞きしながらお話ししていきたいと思っております、えー、約1時間程度ですね 放送予定しておりますのでどうぞ皆様最後ままででよろししくお願いいたします、はい、では、あの早速、中竹さんにいろいろとお話を聞いていきたいところですが、あの今ご覧になられている方で、あの私のことを存じ上げない方いらっしゃるかと思いますので、えー、あのご存じない方いらっしゃるかと思いますので、あの著者である中竹さんのことを、まあ、ご存じの方はいらっしゃるかもしれませんが、まずあの先に私の方から簡単に自己紹介をさせていただきます。私は株式会社ハナスポという会社をあのやっておりまして、 サッカーの香川真司選手と、あと花まる学習会が合同で立ち上げた会社でございます。で、ここではですね、まあ、競技としてのこうスポーツ、うまあ、競技としてのスキル向上だけを目的とするものではなくてですね、まあ、教育を、人間教育を目的としたスポーツ教室というのを行っておりまして、今はサッカーのみでございますが、4歳から9歳を対象として、スポーツ教室を行っております。 サッカーコートの中でこうクイズをしたいですとか、まあ、ヒーローインタビューという時間の中で言葉の力を磨いていくといったようなことをやっております一般的にこうスポーツ教育というと、まあ、指導者自身がすごくスポーツ経験が多い方が多くですねあの私たちはあのその中でもこう学習塾出身でこう教えるということをまあ専門としている指導者なんですけども、まあ、その時にですねあのこの、まあ、今回の中滝さんの本を読んでですね 今まで自分たちがやってきたことですとか言ってきたことというのがですねこうなんかすごく正しかったんじゃないかというふうにこう背中を押していただいたようなあの気分になりましてあのすごくあのもう本当に中田さんにいろいろお話を聞いてみたいということであの今回このような機会をいただきました。ということであの中田さんのお話を聞きながら私がいくつか質問等を交えながら今日はあの進めさせていただければというふうに思っております。 とということで中崎さん、お待たせしましたが、あ早速なんですけれども、あの今回、本の中身についてあの少しスライドを用意してくださっていると聞いておりますので、お願いできますでしょうか。はい、じゃあ、皆さん、えー、こんばんは。今日は、えー、ご視聴いただきありがとうございます。ちょっと私の方から、ですねあの自己紹介がてらの本の中身についてもお話ししたいなと思っております。えー、ちょっとスライドの方を使いながらいきたいと思いますが。 えー、一応、出版記念としてあのやらせていただきますので、えー、もしです、ね、興味持った方はぜひ本の購入をお願いします。あの特にもうね、今日で完結したという方は、あのねうん、本は特にあの読まなくてもですね、こうご自身の普段のの、ね、生活に生かしていただければなと思っております。はい、ではです、ね、あの自己紹介としてあの中竹といいます。えー、もしかしかたら、ね、あの花丸学習会の ファンであったり、あのね、間先生や話す子の関係者であったら、私のことを全然こう、ね、知らない方といらっしゃるかなと思いまして、簡単に自己紹介をさせていただきますが、自己紹介の前にですね、自己紹介の軸になるですね、まあ、今回、の本の中身でもあるんですが、そこの話を簡単にさせていただきたいなと思ってます。で皆さん、マインドセットって聞いたことございますかねあの、マインドセットっていうのはね、 心の効果とか考え方の癖っていうのをマインドセットというふうに言いますね。実はいろんなこうマインドセットがあるわけですけども、その中でも人の成長に関してマインドセットっていうものがあってですね、これ大きく分けると、えー、フィクストマインドかグロースマインドか、ね、もうこの2つに大きく分けられるわけなんですけども、人の能力についてこう捉えるうような考え方です。今 ざっくり言うとですね、2つのマインドセットがあって、人は基本的には、まあ、努力とかもあるんだけども、あんまり成長しないと。生まれ持った、あのね、こう資質によって、基本的には人は変わらないという考え方ですね。これ、事実かどうかではなく、こうそういうふうにのこの人を捉えてるかどうかですね。で、グロースマインドセットというのは、人は必ず成長すると。 いうふううふにこれ、ね、信じてるかどうかどで,で、この科学的検証としてどっちかっていう話ではなく、やっぱ人って成長するよねって自分のこと思ったり、ね、自分のこう子供のことを思ってるか、まあ、そうは言ってもやっぱりこうね、遺伝子って決まってるよねみたいな。まあ、こういう考え方がどちらかというと左になります。で、僕はですね、あの昔から実は圧倒的なグロスマインドセットだったんですよ。当時はあの言葉知らなかったんですけども、 今、こうね、改めてこういう言葉がこう流行ってきたあ自分はこう、グロスマインドセットだったなっていうのをね、日々痛感してます。で、そういう意味では、今回のあの本の中身もですね、どちらかというと、このね、グロスマインドセットの話が多いんですが、これ、あの、僕自身もですね、あの、いろんなこう、工事具の研究の中で、このグロスマインドセットをやってきたんですけども、何せ、あの、長いんですよ、言葉が、ね。ということで、あの、僕はですね、チンボックスって会社もやってるんですが、 日本にですね、このグロスマインドセットを広めるには、もっと短い言葉がいいなと思ってですね、イエットマインドっていうのを今世の中に流行らせようとしてですね、あのチンボックスはですね、もう会社のミッションとしてこのイエットマインドを世界に届けるというのをやっております。でなんでイエットかというとですね、イエットとかのね、まあ文字も短いし、あのマインドセットって言わずマインド、心持ちなんですねで。どういうことかというと、イエットって皆さん、もしかしたらね、あの中学校ぐらいで習うかもしれませんけど、 まだです、ね、もうっていう意味なんですよで。実はですね、概念として教育の世界にはパワーオブ・イエットという概念があります。まだの力なんですね。どういうことかとですね、例えばこうね、試合でうまくいかなかったとか、試合で負けた時に、お前ダメだなっていうんじゃなくて、まだダメだなと。まだっていうのは確実にですねここまで来るだけども、 今ここだよねっていう。要するにゴールを信じて、成長するとか勝つとかっていうのを信じてるんですよ。で、例えばこれ、あの、試験、ね、受験なんかもそうです。合格っていうのはパスですけど、不合格はペイブですね。で、これ、イエットマインドで考えるとどういうことかというと、ね、要するに十分足りましたっていう能力と、ああ、まだだねと。いや、けどこれからうまくいくよね 実はあの僕自身、ラグビー協会ではですね指導者の指導という役割をずっとやってきたんですけども指導者資格に関してですねコーチ試験受けるんですよ、みんなコーチがね、一生懸命。その時にですね当然、受からない人には受かりませんって言うんですけど、その時にですね今までだとまあほとんどの試験はですね不合格です。あなた、だめですっていうね。よくあの子供たちにも、だめだ、お前それって言うんですけど。 僕の概念としては、この、ね、イエットマインドを使うと、まだダメですねと。あなた必ず合格しますからと。未合格という概念ですね。もうこれ言われるだけでね、実は全然変わるわけですよ、人って。で僕自身、自分自身もこれをあの、ね、一つの信念として持ってましたし、なんかこれからですね、若い子供たちを育てる人、これがもう家庭でも企業でも、このイエットマインド。 パワーオブイエットをうまく使うことによって人って成長するのかなと思ってます。で、ちょっとあのね、私の経歴をお話しすると、一応ラグビーっていう世界でずっと長年あのプレーもしましたしねあの、今仕事もしてますが、福岡県の中間市というところで生まれてですね、高校、まあ、中学、高校、大学とラグビーやったんですけども、大学の時はですね、早稲田大学ラグビー部で、一応首相をやりました、4年生の時なんですが、僕ですね、あのこのこ ね、もう、伝統としては90年ぐらい経ってたんですけども、僕だけなんですよ、1回もレギュラーになったことなくてですね、キャプテンになったっていう経歴なんですね。要するに経験値ゼロです。1回も試合出てないんだけども、4年目にして初めてキャプテンになってチームを率いると。もう経験値ゼロで就任です。で、このあとですね、まあ、その時に僕は思いました。いろんなメディアからですね、批判されました。お前で大丈夫かみたいな。OB からも批判されたし、当然、下級生からもね、批判されました。 経験ない選手がキャプテンやっていいのかみたいな、試合ね、マネジメントできるのかみたいなことを言われたんですけども、まあ僕の中では、いや、まだ経験しないし、伸びしろ満載だと勝手にね、自分のことを思ってました。で、実はそれから10年経ってですね、僕自身一応、あの大学卒業した後は留学してですね、社会学とか人類学をやって、日本に帰国し、サラリーマンを経てですね、あの、全くあの、自分の中では、 やるつもりなかったんですけども、突然オファーが来てですね、母校の監督をやることになったんですね。これ、前任の清宮さんっていうね、名監督からですね、日本一だったチームを引き継いだんですと。でなんですが、今僕がお話したように、一切指導経験ゼロなんですね、キャリアなしですよ。ただのサラリーマンですね。しかも現役時代あの、優勝もできなかったので、勝った 経歴もなければ、指導の経歴もないまま監督になっちゃうんですよね。これまさに、えー、経験値ゼロで就任。で、僕の、僕その時にですね、まあ、これも散々批判されましたがあの、勝手に自分の中でイエットマインドを持ってました。なぜかというと、まだやってないので、まだだめだよねと。常にまだだめだよ。で、あの、ちょっと珍しいキャリアだったので、ジョージ・ネクス・大陸という、ね、番組に出たんですけども、実は最後、決勝戦で負けて、ね、クロージングするというね、しかも僕は泣きながらね、 あの音楽が流れるというね、ちょっと寂しい <laughs> あの情熱スタイリングだったんですけど、まあ、そ,れそれはそれでね、僕の情けなさが全、ね、面に出て、まあ、今となれば懐かしい思いですね。で、その後ですね、日本ラグビー協会に行ってですね、なんと、僕もあの意外だったんですよね、U20、日本代表ですよ、日本代表の、まあ、次の世代の監督をやることになりました。ここれももももでですすねねそもそそも僕自身がななととか代表と選ばたくくてう、ね、ういう経験もなく 監督をやったんですねでその後ですね、またもっと大きな仕事が来てです、ね、日本代表の監督代行、これどういう立場かと,いうとです、ね、結構光栄なんですけども、日本代表の狙いアグビでいうと、エディ・ジョーンズさんという2015年に、ね、南アフリカに勝った時の監督さんがいて、彼が15年までありです、ね、その後16年から、ね、ワンチームを作ったジェイミーさんがやったわけですけど、これあの、よく見るとです、ね、あの1年間空白があるわけですよ。お二方、ね、非常に有名な監督なので、 自分たちのチームの契約があってですね、日本ラグビー協会としては、1年間空白の時があってですね、それを僕が監督代行するということがあったんですよ。この時も散々ね、みんなに批判されましたけど、僕自身の中では、イエットマインドを持ってやってました。批判されたんですけど、ね、いや、ここからだよみたいな、ねで。その同時にですね、あの僕自身はこの10年ぐらいですね、コーチだけでなのコーチのコーチをやってます。実はコーチのコーチのコーチもやってるわけですけども、 これもですね、日本初なんですね、コーチのコーチをやるという立場が。僕が初めてのコーチングディレクターだったので、まあ、あのね、お前ダメだよって言われるんじゃなくて、まだダメだよって勝手にね、捉えてました。で、まあ、その仕事をやりながらですね、ラグビー以外の,コーチ,あの、ね、チームも見てましたけども、まあ、もうこれ7年目になりますが、プロ野球界、まあ、当然ですけど、まあ、サッカー界もそうですし、今ね、 バスケの方にもちょっとね、支援をしたりしてますし、バレーボールも見てます。プロ、ね、これ JT マルブレス優勝しましたけども、あとね、プロの陸上選手なんかも見てますが、あとね、車椅子ラグビー、す、ま、べ、あ、て僕にとっては、実は、ね、経験値ゼロです。まあ、ほとんど初めてやると。でその時に、まあね、お前なんかにできるのかってことをひたすら言われ続けたんですけど、いや、今はできませんと。まだできませんと。まあ、けな。お願いされた以上は、伸びしろ満載ですと。 他のの方よりも圧倒的に伸びまますというのをやってみましたで実はそういったこう、ね、あのイエットマインドを持つことによって人というのは育っていくんだなということを実は本の中でもご紹介しております。で実は僕の専門領域はですね、まあ、昔からこう、まあ、リーダーシップであったりとかフォロワーシップですね。日本の中ではあまりこう、ね、浸透してなかった部分ですけども、ただ引っ張るだけではなく人を支えるというようなこう概念を作ってきましたし、マネジメントですね。いろんなマネジメントがあります。ただ同時にですね組織の文化。 何かのね、組織っていいよね。まあ、それでいうとです、ね、あの、花丸のね、組織文化って、僕、すごくいいなと思ってますけども、それがどうやって醸成されるのかっていうのが、一つの僕の研究領域になってます。まあ、あの、特にスポーツ界とかですね、企業においてはですね、なぜ勝ち続けるのかと。いい人材でもですね、勝たない組織いっぱいあるわけですよ。逆にですね、そんなに素材良くないですね、あのタレントでも。 勝,っちゃう勝ち続ける組織ってあるわけですけど、実はこの、ね、文化の情勢というのは僕の一つの専門であります。わかりやすく言うとですね、まあ、これはスポーツの本ではありながら、ビジネス書のコーナーに置かれるんですけども、いかにこうバラセルな、FC バラセルなのが強くなったか、実はこれタレントに頼らない組織文化があるわけですね。でまあ、実はこういった活動をやってるとですね、光栄なことに、あの僕はあのベイスターズずっと見てるんですけども、原監督にですね、ちょっと来てくれよというので、一度ね、 こういったこう講演なんかもしてますね僕自身はですね、まあ、今、この3つの分野で仕事してますが、今日の本の中身で言うとですね、いかにこう、ね、人がこう成長していくかというところで、この人材育成の分野でお話し,しますが、当然ね、えー、この他のマネジメントや組織文化の話もこう織り交ぜて,てですね、本の中にはしてますので、えー、どちらかというと、今回、オフサーフィールドの子育てとありますが、子育てというよりは本の中身は親の学び方みたいなですね、親育ての。 本だだと思ってくださいな僕の立場的にはですね常に選手を育てるということよりもコーチを育てるという立場が多いので今回こう、ね、タイトルとしては子育てって書いてますが、えー、中身はですね親育てみたいな感じですねでしかもなぜオフサーフィールドかといったときに今日のテーマスポーツに学ぶ人間力とありますが競技性の話と人間力要するにその人が持っている 器であったり人間性ですね。スポーツ以外の力。これがいかに結果的にスポーツに直結するか。逆にですね、こうスポーツで培った一つ一つの能力がいかにね、人間力を高めることに結びつくかという話ができればなと思っています。で、概念として最後にちょっとお話し,したいのは、オフスワフィールドってどういうことかというと、フィールド、まあ、スポーツでいうと、競技場ですね。サッカーのフィールド、ラグビーのフィールド。 室内競技であれば、バレエで言えばコートですよね。オスダコート。概念的にはですね、基本的にこうスポーツってボールゲームであれば、ほとんどの人がね、やっぱボールを追いかけるわけですよ。シュートが決まったときにみんな喜びますよね。それボール見てるからなんですね。けどですね、今までやっぱボールばかり、ね、観客も追いかけてたんですけど、実は多くの名称といわれる人たちは、ボールに、 触らない人たちの動きがいかに重要かってことを、ね、分かってチーム作りを作ってました。チーム作りをしてきました。安易にです、ねまあ、ボールのシュートとか、ね、パスの貢献が実はチームに直結するっていうのを実は名将たちは全員づいてて、押したボールの人たちの育成を徹底的にやってたチームが実は強いんですね。まあ、これはあの FC バルセロナもそうです。ラグリビーでいうとオールブラックスというチーム。 それがどんどん広がってですね、実は、競技場の中、要するにフィールドの中ではなく、人間ってどんなに、ね、練習、本気で頑張っても、24時間練習できないわけですよ。頑張ってね、2時間、3時間練習したところで、残りの20時間以上はオフスターフィールドで、ね、過ごすわけです。オフスターフィールドで過ごす自分が、結果的にね、全人格を、ね、作っていく大きな、 要素になりますので、実は最終的にこの、ね、オフスザー・ボールで活躍する人を作っていくのはオフスザ・フィールドの過ごし方であったり、ここの整え方によって、えー、人は育っていくとなおかつパフォーマンスも上がっていくという意味で、実は一番外側にあるなおかつ領域の多いオフスザ・フィールドというのの、えー、テーマにして本を書かせていただきました。ちょっと長くなりましたが、えー、本の内容はですね まあこうね、日常生活の部分が結構メインになっています。ということでね、ぜひ皆さん、興味があれば、ね、読んでみてください。今日はあの、ね、中身についてもお話できればなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。では、今、えーまあ、お話しいただいたようにですね、まあ、今回の出版された本はですね、 あくまで中竹さんがそのラグビーで直接学んだことということではなくて、ラグビーに関わる形で、コーチのコーチをやっていく中で、そういった人材育成ですとか、<laughs> 学んだことが中心になっています。ですので、今回、今、皆さん、放送を聞いてくださっている方は、今回、スポーツにおけるこう人間力の子育てというふうに、そんなタイトルでやっていますが。 あくまで私がスポーツ教育とスポーツを通じてこう人間力を育成するということをやっておるためそういったあのテーマでお話しさせていただきますがあくまで中高さん自身はそういったです、ね、人材育成が中心な方だというふうに捉えていただければと思います。でえっと、今回の,この今です、ねえっと、講演会について対談についてはです、ね、3部作となっておりまして今第1部がこのスポーツに学ぶ人間力の育て方ですが第2部は 8月20日木曜日9時から予定しておりまして、これは挟森聡太という、ね、音楽教育を中心にやっているものをお呼びして、えーまあ、あの実はスポーツと、まあ、ラグビーとその音楽って関係ないように見えるんだけど、実はあ共通項があるよねといった話をしていただきたいなというふうに思っています。そして第3部は9月15日火曜日19時からを予定しておりまして、 え中瀧さんと高浜をお呼びしまして、えー、お二人の対談で、まあ、今回はです、ね、もう子どもを伸ばす親ということで保護者にこう焦点を当ててお話をしていただこうかなというふうに思っております。はい、ということで、えー、早速なんですがあのこの第一部についていろいろとお話を聞いていきたいと思います。あの先ほど私も申し上げました通りあのまり、あ、スポーツに学ぶ人間力の育て方ということでこの人間力という言葉が非常に あの曖昧な言葉だと思ってますので、えー、この人間力という言葉の定義なんですけども、私の定義としましては、あの簡単に言えば、社会で生きていくための力というふうに思っていて、えー、まあ生きていくというのはもちろん、ただ息をするというのではなくて、あのやりたいこととか、成し遂げたいことがあったときに、まあ、その目の前に困難が立ちはだかったときに、それをこうどういうふうに乗り越えていけるかと。と 解決までの道筋を考えて、え自力ないしはこう他人も巻き込んでま解決する力だというふうに思っていて、まあ、そういったものの力をですね、まあ、総合して、私は人間力というふうに呼んでおります。であの早速、いろいろとお聞きしていきたいんですけども、この人間力について、あの1つ目の質問です、あのスポーツでこう学べる人間力、こうまあ、たくさんあるとは思うんですけども、中竹さんがこう思いつくところって何かございますか。はい それで言うとです、ねあのまあ、人間力って本当に多岐にわたるんですけどもついついやっぱりこう、ね、人間ってまあいい意味で自分中心なんですよまずあの自我が芽生える時に、ね、自,自分がやっぱ自己中心的に芽生えていくのか、まあ、これ健全な成長の段階ではあるんですがスポーツでやすあの養えるものとして利他精神というか自分だけではなく他者を敬ったり他者を助けたり。 他者と共存していくことの価値というのが非常に学びます。これはあの実はあの集団スポーツだけではなく、個人競技においてもあのそういったこうね自分だけではなく、他者と共にという、ただ共存のこう意識であったり、他者と共にという意識が芽生えやすくなります。でこれはもちろんあの集団スポーツであれば、チームワークというもので一緒に。 勝つぞとか一緒に頑張るぞってありますけども人間が頑張るときって実は意外にこうライバルがいたりとかですね仲間じゃなくてもこういい敵が現れるといい課題があると人間で頑張るんですよそういう意味ではそこに対するこうねこう自分を引っ張ってくれる存在に気づくことになり自分一人じゃこうね頑張れないことに気づくまあそういったこうね人間力というのは 必ず高まままっていいいくとと思いますす、ねはい、ありがとうございますその今、まあ、チームワークという言葉も少しあのお聞きしましたが、まあ、ラグビー、保護者からあった質問でですねはい、はい、紹介させていただきたいのが、はいはい、ラグビーはこう仲間との連携が必要な不可欠なスポーツだと思いますと。で、まあ、これまでの私たちの経験から、こう何かそのチームワークないしはその仲間と連携することは、まあ、どのようなこれまでの経験というか、あの 幼少期または育成年代にどのような経験をしたらそういった力が身につくかというようなご質問をいただいておりまして、ぜひそれについても何かお答えいただけると嬉しいです。はい、やはりですね、あの人間の能力は、やっぱこう、課題が大きくなればなるほど、一人でこう解決できるものじゃなくなってくるわけですね。例えばまあサッカーにしろ、ラグビーにしろ、まあ、野球もね、球にいないと、脅威できないわけで、あの特に目の前に、 たくさんの敵が現れたときに、まあ、あ野球は結構一対一の場面が多いですけども、も例えばあのボールの球技、特にランダムに動く、まあ、野球、サッカー、ラグビー、バスケみたいなものに対して、一人で守れ、相手が攻めてきたのを一人で守れとか、ですねボールを渡すから一人で攻めろと。相手、ね、11人に対して一人でねゴール決めてこいと、ほぼ無理なわけじゃないですか。 その時に当然ですけど自分一人じゃできないっていうことに気づくわけですね。で、活躍したい思いはあるものの自分に相手の攻撃、あのね、守備が全てこう向かってくると当然自分にはプレッシャーがかかり活躍できないわけですけどそれがこうね、仲間によって相手の意識が分散されたり きついとき、きついプレッシャーをですね、自分の仲間が、ね、助けてくれるっていうことによって、仲間の存在価値とか、ね、仲間のサポートの意義っていうのを必ず感じることができます。で残念ながらです、こういった経験を本当にしないと、意外に勉強ってあの、いわゆる受験ですね、今ちょっと変わってきましたけど、いわゆる受験は、自分の力だけを試されるわけですよで。これはこれです、非常に大事なんですけども、 社会に出てですね、最も学べてないのはですね、人と共に力を発揮するかということは、残念ながら、大学受験にも高校受験にもほぼそれは試されないわけですね。で、学校教育ですごいね、成功した方が、残念ながら、これ、一概には言いませんけど、キャリアで失敗する大きなケースの一つで、俺は努力して自分で頑張ってきて、自分で成果を上げたんだという成功体験に基づいて仕事をしてしまうとですね、 頑張って自分ほど頑張ってない人を、ね、否定したり、攻撃したりするんですけど、自分は一人では頑張れなかったけど、みんなのおかげで頑張れたとかですね、自分は能力足りなかったんだけども、みんなを支援することによってチームが良くなったっていう経験をしている人にとっては、社会人になって圧倒的にパフォーマンスがあります。で、実はけど会社が見てるのは、その個人が成果を上げることではなく、チームとして成果を上げるかどうかに、 大ききく評価は実は実いきますなんでですけど残念ながら受験による仕組みのこう、ね、能力の発揮の仕方と会社に入ってからの能力の発揮の仕方の全くの基準が違うにもかかわらずついつい我々ね学歴で人を評価したりしがちなのでそういう意味では今後長いキャリアを考えた時に本当にこう、ね、いい仕事ができるしかも困難な仕事を確実にこなしていくためには 自分の能力を上げることに全力を尽くす人よりも、いかに人の力を借りたり、人の力を伸ばしたり、人によって自分がこうね、能力を上がるような、あの一緒にあの成果を上げる、こういった、これノウハウですから。あのこれ英単語を覚えたり、あのね、何かこうね、数式を覚えたりする能力と全く一緒で、人と共に成果を出すっていう能力をちゃんと養わないと、 が上がらないでそういう意味ではスポーツが絶対ではありませんが、スポーツはそれを養うのに非常に便利な、まあ、言い方あれですけどね、道具になりうるということですね。ありがとうございます。あの私もあのすごく本当にその意見にあの賛同していて、あの経験からもそうなんですけども、ね、私ずっとまあサッカーを小さい頃からやっていたんですけども、まあ、結構小学校の頃は強いサッカーチームであのやっていて、 そうすると、だんだん、なんでしょうあの、まあ、私の場合は兄があのすごくサッカーが上手くて、その兄と,とも比較されていて、こうまあ、兄のようにうまくできないから、あなたはまあそんな続ける意味がないんじゃないかみたいなことをです、ね、こう周りから少しずつこう感じ取ってしまってで、サッカーを引退してしまうんです、引退というか、小学生にして一旦離れてしまうんですけども、やっぱり球を蹴ることがすごく好きだったということもあって、大学時代にまたフットサルブとして復活するんですね。 ではい、あの私の本当にその時の経験が今、ね、すごく生きているなというふうに感じていてあのそのチームではあのいわゆるこうチームの中で一番上手い人がです、ね、なんかこう一番、要は声が大きくな,るなりがちなんですけどもその一番上手い人がです,、ね、こうすごく周りに耳を傾けてくれる方だったあーというのがあってすごくチームとしてうまくいったなというふうにあの経験があります。 まあそういった経験を通じて、やっぱりこうスポーツで学べることっていうのはすごく多いなというふうに感じていて、まあ、それでがあって、今のこの花スポーという会社を立ち上げたというのは経緯もありますので、はいまあ、そういったあのスポーツに実際に携わってもらうというのが、一つまあ大きな経験になるかなというふうに思います。あのそういった仲間の連携をあの知る経験になるかなと思います。そうですね、まあ、実際のあの 先ほどお話しありましたけど、まあ、スポーツが全てではないですが、あのまあ、言い方あですよね、気軽にそういうことも学べる、僕からすると、あ,のある意味、道具の一つにはなりやすいかなと思ってますね。だからそういう意味ではあの、万能ではございませんし、スポーツではなく、アートでもいいですし、ね、山登りでも何でもいいんですけども、何かこう、いわゆるこう、ね、一人でなんか完結できるような勉強、まあ、勉強もみんなでやるということもありますけども、それ プラスアルファそういった場があると仲間の、ね、力の大切さなんかは分かるんじゃないかなと思います、ねはい。私はあともう一つそのスポーツがいい理由というのが一つあって何かこう課題にぶち当たった時にその解決しようとそもそも解決したいと思えるかどうかというのがすごく大きなになってくるかなというふうに思っていて、まあ、スポーツは本当に勝ちたいですとか、まあ、というのがはっきりしやすいなというふうに思っていて、まあ、その時にどうしても 1>, まあ1対1では勝てないけれども、でも例えば11対11だったら勝てるかもしれないというような、まあ、その勝ちたいというモチベーションが強いからこそ、そういったどういうふうに乗り越えられるかというのは試行錯誤はたくさんできるかなというふうに思っていて、そういったモチベーションが前提となったスポーツというのはすごく大事だなというふうに思っています。ありがとうございます。その質問の中でついでにあの合わせていただきあのしたいんですけれども、その スポーツは、まあ、こうサッカーやこう野球等集団で行うものや、えー、空手、柔道といったこう一人の力で行うものの、まあ、武道みたいなものもありますが、そういったスポーツの違いによって、人間力を育てる方は違いますか、とまあ、集団スポーツとまあ個人のスポーツの中で、人間力を育てる方は違いますかと質問いただいてます、はい、根本的には一緒ですけど、やはりあのやっぱ競技性が違うので、それはあの違い出てくると思います。 ですが、実はあの先ほどお話したように、組織文化の文脈から言うとですね、それがあのチームスポーツであろうが、個人競技であろうが、基本的には同じです。例えば、柔道や空手、まあ、あと陸上、個人のスポーツだっても、それを本当に個人だけでやってるかというと、だ例えば道場があったり、陸上の部があったり。 クラブがあったりするわけで実はそこにはあの一緒に戦わないけども例えば集団のねあの団体競技としては一緒に戦うとかもしくは大会に出て敵になるかもしれないけども一緒に、ね、練習をやって一緒に過ごしてるっていう意味では実はそこの組織文化ってめちゃくちゃ大事なわけですよ。そこの中で、ね、例えば自分と同じくらいの人間が 自分より多く練習してるとか、自分より本気でね、先生に立ち向かっていってるとか、自分より本気でね、何かこう、勝った負けたに一喜一憂してる、当然、それ当然あの刺激になるわけで、個別単体として個人競技であっても、練習してる環境が皆さんと、ね、その他の仲間と一緒であったりとか、実際に、ね、ある指導者に基づいて、あのひもづいてもうこう、ね、もみんながこう一つの方向に向かって、 練習やってる時点で実はもうあの環境的には組織文化としてはチームスポーツと同じレベルにあると思ってけどステージの上で競技をやると当然1人の力に頼ってしまうのでもちろんそこでね個人競技にしかあのしかって言ね個人競技にとってやっぱりこうすごく大きなこうディシジョンというね自分が1人で決めてねその1つのこう試合をコントロールするっていう力は圧倒的に集団 スポーツよりも養われますし逆にチームワークという面ではちょっと低くなりますが自分の一つ一つの技の精度に関してはあのいわゆる間接的な影響がないので全部自分のパフォーマンスが結果に直結するという意味では責任感なんかの情勢には非常に、ね、個人スポーツとはあのはいいと思いますでじゃあ、ね、チームワークは何も学べないかというといや絶対にこう、ね、練習を 仮に他の人たちと一緒にやったりとか、一つの道場ってクラブがある時点で共に学んでいるという前提があるので、そこはですね、あの競技かからず、いい効果があると思ってますね。ありがとうございます。今ちょっとお話であったところで、あのま、個人競技の中でそうディシジョンが入ってくるといお話がありましたが、この、ま、選択をするということは、やっぱりその大事なことなんですか、スポーツにとっては。ですね。 やっぱりあの、スポーツの良さって何かってときに、要はあの、勝ち負けを決めるんですよ。で、これは何かというと、あ,あの、消費、人の消費のね、関心が、え、物だったことから、ことになっていく。要するに、一つのはね、ある、物を買いたいって思いから、 ことを変えたいって何かというと、経験や体験なんですよね。経験や体験の価値って何かというと、先が読めないっていう。要するに、スポーツに何でみんなが、ね、こう足を運ぶかと言ったら、勝ち負けが分からず、勝ったら嬉しいけど、負けたら悔しいで。それはその場に行かないと分からないで。それはどこから生まれるかというと、基本的にはゲーム上、要するに試合中における選手たちの すべてこうディシジョンというより決断ですよね。もうちょっとしたそのね、例えばもうあの足の運びであったり、ゲームの読みであったり、えーね、ちょっとしたこうね、一つの声かけであったり、これすべてがもう全部あの決断の連続ですので、この決断の連続の集合体がいかにゲームのパフォーマンスになっていくかっていうのが、まあ、 人々が見ている観客にとっての醍醐味ですので、要はその最終的なねサッカーでいう2対1で勝って負けたよりはプロセスの中で一個一個のパスの,このね判断、決断がどれぐらいうまくいくかということに見るとことを人のね興奮をかけたてる非常に重要な要素だと思います。スポーツの結構あの醍醐味というかこう面白い要素は選手たちの ディシジョンですね決断といわれるこう選択っていうのが、まあ、人をこう、ね、予測できない、興奮を生み出す一番の理由かとと思いいまますす、ね、ありがとうございますあのスポーツをすることで、やっぱそういうディシジョンする機会があるというのはあの、教育にとってもすごくいいことだなというふうに思っていて、あのまあ、今、本当にあのいろんな子どもたちを教えていて、なんでしょう。 言われたことだけはしっかりやるけども、も自分で何かこう決められないとか、あ何か自分でこうやりたいことを見つけられないっていう,こうやっぱりたくさんいるなというふうに思っていて、まあ、スポーツではそういった経験もまやりながらできるというのは、すごくあの教育にとってもやっぱりいい材料だなというふうには思ってますそうですね、やっぱりあのそうやってもなかなか決断するってね、あの怖いし、多くの人はやっぱりやりたくないと思ってるので。 だからあの、ね、日常生活にやるよりは、そういったことをスポーツの世界でやると気軽にできますよっていう、そういった、ね、あの位置づけになるといいなと。そうですね。あの必ずしもあのその決断したことが、例えば、あたまたまうまくいくこともやっぱりありますもんね、スポーツでしたら。そうそうそう。うぞどうぞ あはい、あの私は絶対こっちの例えば A と,いう B という A と B という選択肢があったときに A の方が51%成功する確率が高いかもしれない、B の方が49%か成功する確率が高いかもしれないといったときに直感的にパッとこう B、あの確率が低い方を選んでしまったかもしれないですけども、まあ、例えば相手のミスによってそれがたまたまうまくいく可能性もあるなという,ふうに思っていて、まあ、そういったところもあの本当にスポーツの良さだなという,ふうには思っています。そうですね 人生においてね、大きな決断してね、リスクがあることなかなかできませんけど、スポーツはね、あの、ちっちゃな、はい。決断して失敗しても、はい、あの大したことないですからね。はい。もちろん大きなゲームだったら大したことありますけど、あの、普段のね、こう練習の中でやることに関しては、学べばいいだけの話なので、まあ、そういう意味では、こうね、なかなか普段人がこう、やらない、 決断というか、ディシオンの場をたくさん作るという意味では、スポーツは非常に機能するかなと思いますはい、そうですね。まあ、あのとはいえこう、スポーツでこう、まあ、自分が決断したことが、あの本来、しっかりこう考えずに決断してしまったこと、なんとなくこっちがいいかもしれないと思って決断したことが、まあ、うまくいくのが、まあ、いいことかもしれないですけども、逆に言えばあ悪いことかもしれない、そのなんとなく決断してしまう癖がついてしまうかもしれないなというふうに思っていて。 そういった中で、なんか中竹さんとしてこう気をつけていること、そのディシジョンをするにあたってスポーツの中でこう気をつけていることなどございますでしょうかあの、まあ、書籍読んでいると、言語化っていうようなところが、すごくキーワードとしてあったなというふうに思ってまして、ディシジョントレーニングとは言語化の関係性について少しお話しいただけると思います。はいあの。本の中でもちょっと触れたんですけども、こう人間がいろいろ考えていることをこう発するっていう、この行為っていうのは、 実はですね、あの人間の頭の中ってすごくあの脳の機能はもう我々が想像つかないぐらいいろんなことをひらめいてるわけですね。一日にあの万の単位で、まあ4万から5万ぐらいみたいな感じでこうね、脳科学の研究者が言ってますけどそれぐらい思いついてるんですよ。だから起きてる間で考えるとですね、もうあの今の瞬間でも、例えば僕は、今こうやってこうね、 お話して,て楽しいなと思いながらも、楽しいなと思う反面、あれ、これ聞いてる方って面白いのかなっていう不安もあり、この話してるんだけどもっと面白い、この話もしたいなとか、いやけどこの話ってやっぱ重要だからちゃんとしたいなって、こうね、相矛盾する、相反する思いがうわーっと出てくるわけですよで。これが今の一瞬でも出てくるってことは、一日にとってもすごくたくさんあるわけで、その中で、じゃあ今の心境一言で言ってくださいってときに、 こう矛盾する5つぐらいの僕の気持ちをですね、1個言わないといけないってこれ実はディシジョンなわけですね。でこれスポーツで言っても、サッカーでねボールが自分のところに来ました、ね。これ自分でねドリブルで持っていくのか、ね、右にパス出すのか、左にパス出すのか、ね、トラップして相手をね引き寄せるのか。もうこれだけで4つディシジョンのね選択肢があるわけです。でこれを、よし、自分で持っていくぞっていう踏み出す、このディシジョンってやっぱ怖いわけですね。 正しいかどうか分からない。で、これは何度も何度もやっていく中で、ああ、自分はこういう時はこうしなきゃならないってなるんですけど、これ全く言語化も同じで、はい、じゃあね、今思ってることを言ってくださいとか、極端しね、じゃあ昨日ゲームあったけど、このゲームにおいて一番大事なポイント一つ選んで言ってくださいと、これも言語化なんですよね。スポーツを通じて言語化していくっていうのは、実はこう、日々のこう、 ディシジ,ジョンというか、選択する、決断していく能力を高めることに直結しますで。昔からよく役職が人を育てるみたいなこと言われてましたよね。キャプテンになるとなんか急に、ね、成長したみたいな。実はそれ何かというと、別に役職が人を伸ばしてくれないわけですよ。たまたま役職を与えることにより、人前で言語化する場面が増えるということは、 これはその人をリーダーとして、リーダーってやっぱディシジョンをしないといけないし、やっぱり世の中で言われてる、いやこの、ね、成果の上げる人っていうのは、ディシジョンが正しいか正しくないかよりも、ディシジョンの数が圧倒的に多いのと、ディシジョンを要するに決めることに対する免疫がついてて、躊躇なくできる。という意味では、まあ、スポーツを通じて言語化することをやる、やっていくことっていうのは、まあ、人間的成長に非常につながりがあると。 本当にまさしくその通りだなというふうにあの聞いてて思ってまして、中竹さんはまあこのことに気づいたのは、そもそもあれですかね、スポーツ以外に生きるからというところで気づいたというよりは、スポーツをやっぱりスポーツのスキル、競技力の向上のために、そういったトレーニングをもともとされてたんですかね。僕自身がが現役で選手のの時に言語化することが大切だなっていうのは 気づきましたね先ほどちょっとお話したようにあの僕自身プレイヤーとしては全くダメで,でみんなを引っ張ることもできずにキャプテンになっちゃったんですけどじゃあ引っ張らずにどうやってみんなにチームをこうね駆け付けてもらえるのかなと思った時には、まあ、僕自身がまずこう僕の思いを言語化し なんとなくではなく、君たちにはこういうことをお願いしたいというね、リクエストを明確にし、この頼れない僕を支えてくれないかというねあの、相談をしたことからうまくいったなと思ってます。で、これをですね、こう、自分の中で閉じ込めておいたらですね、誰かが気づくかといって大体気づかないわけですよ。自分は本当に悩んでいるときっていうのは。やっぱこう、ね、悩んでいることとか、 思いがあることはいかに言語化し、し人に伝えていくかで、やっぱり人間が人間たる大きな夢なんですね。あのやっぱりホモ・サピエンスっていう歴史が紐解くように、結局、妄想なわけです。頭の中で思い浮かぶ力がすごくね強かったので、すべての哺乳類の中から人間だけ投資したんですけど、この妄想する力があったからこそ人間進化して、妄想を言語化したっていうことが、要するにね、今、 組織のでも、ね、ビジョンが大事って言われてますけど、これがやっぱり非常に大事だなと思います。なので、僕自身がです、ね、あのコーチになっていろんなチームを率いていくときに、まあ、選手やスタッフに徹底的にやらせるのは言語化ですね。ラグビーの選手だろうと、ね、野球、サッカーの選手チームだろうとまずはあの、ね、走る前に言語化しましょうねという、まあ、これを徹底的にやります、ね。 なるほどまあ、その結果こう、まあ、今あのすごく実績をこれも過去の実績を見るように、まあ、その結果チームが強くなっていったというようなところがあると思っていてあのやっぱりそのスポーツでこう勝ち続けるというかこうまくなり続ける成長し続けるためには言語化というのはすごくあのキーワードになってくるかなというふうに思っていて、まあ、今本当にいろんなところでようやく言われてき始めましたけども。 あの本当に私も大事だなというふうに思っていて <laughs> あの私が今こう幼少期にあの、まあ、例えば4歳から5歳の子どもたちであったりこう小学校1、2年生、3年生に教えた時に言語化ってすごく難しいテーマだなというふうに思って,思っていますあの。というのも、まあ、あのよくあるんですけども最初こうサッカー楽しかったってお母さんたち聞くんですね。で「うん楽しかった」「何が楽しかったの?」って言ったら「試合」「以上おしまい」みたいな「もうこれ以上何も出てきません」みたいなあの方が <laughs> 特に男の子は多いんですけども やっぱりすごくその質問の仕方であったりあのお話の仕方っていうのはすごく難しいなと思っていて特にちっちゃい子どもたちってまだあの耳から育つ生き物なのでまだどうしてもそんなに言葉があの、まあ、しっかり身についてない状況で自分のことを話すっていうのはすごく難しいなと思っていてその中でも私たちは今あのいろんな取り組みであの言語化というところにアプローチしてるんですけども 今、私たちがやっている一つの取り組みとして、あの授業の中でインタビュータイム、まあ、ヒーローインタビューというものを作っていて、今日の練習何が楽しかったとかっていうのを聞いていくんですね。で、まあ、そういったちょっとオープンに質問してしまうと、今日何が楽しかったって聞くと、大体が試合って言って、おしまいになってしまうんですけども、まあ、具体的に今日3つ、この練習とこの練習、この練習したんだけど、どれが一番楽しかったとかっていうふうに、あの前、聞いていくと、すごく、あのすごくあ、子供たちからの返答もよくなりますし、 またあの、それってつまりこういうことかなというふうに、う子どもたちがこうもやっとした言いたいことを言、ね、いかえてあげたりして、うんまあ、言語化のアプローチというのを、まあ、図っってて今やっておりりりまますす素晴らしいい取り組みですよねあもともと、まあ、はサッカーをサッカーだけに閉じないというのがすごく私たちは大事だと思っていて、うん、あのサッカーがうまくなり続けるために言語化が必要ということは、今、すごく言われていると思うんですけれども。 実は言語化することが、先ほど中田さんおっしゃったように、あのサッカー以外とか、まあそのスポ、その競技以外にもすごくあの生きてくるなというふうに思っていて、まあ、あのそのための,あの言語化としてやってほしいなというふうに思ってまぜひ、あのまあ、サッカー界、昔からね言語化、田島さんがやってますし、言語化は進んでますけど、多分本質的にもっと掘り下げた方がいいのは、なぜ言語化が人の成長にとっていいのかということを。 多,分多くの指導者が子供たちに言わなくてもいいんですけどそこをちゃんと理解することの方が今やっぱもしかしたらこんだけあの、ね、言語化が進んでるからこそ言語化イコール成長みたいに考えるのではなくその間にある言語化から何かが生み出され人間的な差をに言われるで僕はその一つが多分決断力というディッション要するに選ぶ力だと思うんですねでだからそれで言うともしかしたらその、ね、言語化させる側が 言語化の価値をもかするとこう少し探求していくといいのかなってことですけど、それでいうと、花ぱ、うん、さんは結構、そこはあれですかあの、ある種の答えというか、方針はある感じですか、言語化を、なぜそこまでこたわるかっていう。はい、あの、まあ、他のスポーツないしは、他のところに応用するっていうのがすごく大事だなというふうに思ってて。 あのサッカーであの得たこと、例えばあその無数の選択肢の中からこれを選びましたっていうのをどういうふうにその、まあ、考えたかっていうのをしっかり言葉にすることはあの実際にこうリアルな生活、そのサッカー以外の生活においてもやっぱりすごく役立つなというふうに思っててなんでこのお菓子選んだのとかっていうのとすごく一緒だなというふうに思っていて、はい、なので実は訓練の場として、えー、その外でもこう言語化できるような形で、まあ、サッカーで学んだことをサッカー以外にも生かすための手段としてそういうふうにやってます。 いいですねその観点でちょっと補足するとこ人間の,あの本質的な本能の一つなんですけど人って意味付けする動物なんですよ。うん、何でも意味,意味付けしたがるんですねで。意味付けって結局言語によるんでそういう意味では自分が行った行動とか自分が感じた感情に対して意味付けする際に 自分でも納得するような言語化ができれば再現性が保たれていく。うん、再現性が保たれているってことはサッカーやってた時にサッカーで得たこの、ね、なんか学びを言語化し意味付けの、ね、明確さが出てくればそれを例えば普段の生活でやってみようとか両親との関係でそれを使ってみようっていう。まあ、そういう意味でも 言語化ってやっぱりこう人間はどうしても行ってしまう意味づけ物事に対するこうレッテルを貼っていくんですけどその時のこう豊かさですねバリエーションの豊かさで試合ね楽しかった何試合が楽しかったんじゃなく試合の何がどう楽しかったかっていうことを自分の中で意味づけしていけば人間はそれを再現しようとする。 動物なのでシュート決めてたね楽しかったのか抜かれたんだけど一生懸命追いかけて、ね、こう相手にぶつかったこれが楽しかったみたいな、まあ、そこまで、ね、その自分のこう意思が言語ができると再現性も高まるし自分が置、ね、いている価値に言語化することによって気づくかなという気がしてます。 ちょっとあのここからちょっと話また変わってしまうんですけども、今いただいた質問がいくつかあって、それをまた進めさせていただいても、はいいですか。はい。えっとコーチのコーチとして、こう中竹さんが指導者に必ず伝えていることやこう大事にしていることはありますかという質問をいただいてまして。はい。これはですね、僕下のコーチに教えるときに必ず使う言葉は、コーチって基本大人なんですね。 まあ最近若い人からもあの、ね、コーチになってますけど、基本僕は大人と思って見てます。これは年齢が若いくてもで、あの、結局大事なのは、教えることではなく、コーチはいかに学ぶかなんですよ。で、教えるプロになろうとしてた,たくさんいるんですが、まあなんかこれ、これの方が早近道のような感じするんですけど、結局世界で勝つとか、 自分の領域で勝すには、教えることの能力を高めていくより、コーチとしていかに学ぶか、自分が。この能力の方が圧倒的に重要なので、もう、コーチがまず学んでくださいねという、もうこれにつきますね。あの、ロゼル・メールってね、あのサッカーの井上監督がね、学ぶことをやめたらコーチをやめなさいっていう名言があるとおり、まあ、僕自身ずっとやってきたのは、とにかく コーチがままず学びましょうとでなおかつですね、大人の学びは痛みですという、これ、うん、の成人教育学のジャック・メジローという方があの常にこう、ね、提唱してた言葉の一つではあるんですけども、要するにその大人になってから学ぶことって結構プライドをしてないといけなかったり、知らないことをちゃんと取ろう、ね、トロしたりとか。 自分のね、培ってきた固定概念を捨てて、新しい概念を入れたりするっていう意味では、かなり苦痛が伴うんですよ。うん、プライドもね、傷つくし、自分のね、過去を、もしかしたら疑わないといけないと。セルフダウトしないといけない。でそう考えると、学びって、大人にとっての学びって、なんかエンタメのように、わあ楽しいねみたいな、この子供たちの学びとは大きく変わり、 痛み伴うからこそ、それを覚悟して学ぶ人が、結果最終的にいいチームを作ったり成果を出すので、学びましょうねというメッセージ。まあ、ここに非常につきますね。で、そのためには、今まで培ってきた経験を一旦ゼロにしましょうね。皆さんの成功体験は素晴らしいものかもしれないけど、さらに一段上に上がるには、その価値観を捨てて、 新しい概念を取り入れてみませんかという、まあ、そういった方針を常に言っています、ね。だから僕がですねあの、コーチのコーチってパって、ッとこうね、印象的にはあの、僕はすごく偉,偉い人みたいな感じで捉える人もいるし、それに対してこう嫌悪感を覚えるあのコーチの方々がいるんですけど、まあ、要は僕のメッセージは、まああの、僕が教えるとこじゃなくて、皆さんもっと学びましょうね、けど、 痛み伴うんで、学ぶって大変ですよ。だけど、学ぶと。皆さんだけじゃなく、選手たちが。伸びますよっていうメッセンジャーみたいなもんですかね。まあ、そういった仕事、今ずっとやってます。なるほど。ありがとうございます。なかなか、その、持ってる価値観をこう、一回こうなくすっていうのは、すごく難しいことだなというふうに思うんですけども。実際に、こう、皆さんって、どんな風に、それをやられていくんですか。 学んでいく作業、はい、作業というか、まといくというプロセスを、そしてそれがまあ行動として、子どもたちというか、生徒たち、まあ、何し選手たちに伝わっていくという,ような、そんなイメージでしょうか。そうですねあの、まず、やっぱこう、人間って完璧じゃないので、他のすべての個人というのは、きちんとさらけ出してくださいね、自分の弱みも含めて。 とか自分の失敗をちゃんと認めましょうねっていう話は常にしてますね。あとついついあのコーチはですね優秀であろうとするんですよ。優秀であり、ね、あの自分がいかに優れてるかというのをこう表明することに力をかけるんですけども、まあ、それは実はあんまり機能しなくて。 いかに自分が非完璧かっていうことであったり、失敗するし不完全であるっていうことをきちんとあの、周りに、選手も含め周りに出していくことが、まず出発点かと思いますね。まあ、プライドがね、相当引っかかるとは思いますが。 そうですねその中でどういうふうに選手ないしはまあお子様とその信頼関係を築いてやっていけるかっていうのはすごく重要そうな気がします。あ逆に言うと、それをしないと信頼関係って保たれないんですよ。そうですね、弱さを見せれないと信頼って結局ちゃんと構築されないので、でそこの概念を <laughs> まあ僕の今の一つのミッションとしては、多くのコーチの人たちに分かっていただきたいなと。あの、多くのコーチがま逆に思ってますからね。コーチは威厳があり、コーチは正しく、コーチが分からないって言葉は使っちゃいけないんだみたいな。まあ、僕はそうすると、その概念を早くあの取っ払ってほしいなって感じですね。 そこをアンラーンできるか、そこの固定概念を本当に根底から覆させるかどうかというのが重要だと思いますね。けどこれですね、もう今のこの時代、あのちょっと勉強すれば、英単語、ボルトと同じぐらいそういった情報は溢れてるんですよ。うん、けど多くのコーチは、 今回のテーマはオフサフィールドですけど、多くのコーチは何やるかと,いうと、自分の競技のところだけ結構あの勉強したがりだし、それの方がも,うもちろんね、結果に直結しそうではあるんですが、まあ、普通にですね、コーチとしてとかですね、指導する側として何が最も重要かというと、結局自分が足りないことをどんだけ認められるか。端的に言うと、 やっぱこういいコーチがですね、若いコーチたちに常にメッセージとして送る言葉は、アイロンの I can do it、この言葉を言えるように早くなってくださいねと。あなたたちがそれに躊躇している時点で、あなたのコーチとしてのキャリアはほぼ停滞し続けますというのは、まあ、ほとんど、えー、世界を制してきたコーチが言う言葉ですねで。これもパッと調べれば、当たり前のように出てくる情報なんですけど、 多くのコーチはそんなことを学ぶより自分の競技のどうやって上手くなるかばっかり追いかけているので、まあ、僕の役割としては競技のことも大事ですがあなたが長い目で見たときにいいコーチになっていくためにやるべき成、ね、長は何ですかというちょっとしたこうねインストラクションをするのが僕の役割だと思ってます、ね、ありがとうございます。 なんかまさにそのご家庭内でそのまあよくいただく質問がどうやったらうちの子勉強するようになりますかとかっていう質問をいただくんですけどもまあそういうとことすごく似ているなというふうに思ってて例えばお子さんがあのお母さんここ分かんないんだけどって言ったらまあお母さんも分かんないんだで終わらせちゃう家庭とお母さんも分かんないんでちょっと調べてみるねってえしっかりできるとご家庭だと全然やっぱりその子どもたちもあお母さんでも調べるんだじゃあ私僕も調べてみようっていうふうにやっぱり思えるかなというふうに思っていて。 弱さを見せるというところと学び続ける、弱さをしっかりさらけ出すというか、ところと学び続けるというところはやっぱり連動してすごく大事なのかなというふうに感じましたまさにそうですね、あのコーチングっていろいろありますが、あの昔からの教育心理学でも、親の言ってることをやらないんですけど、親のやってることをやるんですよ。 どうやったら勉強できますかねって、あの、厳しい課題ですけど、どうやったら勉強しますかねって言って、そこの課題にある人は、多分ご本人が勉強してないのか、もしかしたら100歩譲ると勉強してる姿を子供に見せてないのか。それで言うと、あのね、言う,言うより背中見した方が、あの、コーチングの概念でも、ティーチとかテル。 よりも圧倒的にショーですねあの。見せる、ショーアップ。見せるの方がパワフルなんですよ。なんか言ったら人が動くと思ったら大間違いで、言わずに見せた方、背中見せた方が、コーチングの,あの、ね、効果は高まります。まあ、あのこれ分かりやすく言うとデモンストレーションですよ。シュート付きにね、バスケットじゃないですけどね、抵抗した方がいいですよとかね、いろいろ言うより、 いやこうやるんだよってね、見せれればいいわけだし、本人できなくてもビデオ見せればいいわけだ。それをビジュアライズする、要するに可視化して、あ、こうすればいいんだっていうのは、こうね、空間的にテキストが飛んでくることよりも、身近な人がやるっていうのが最も影響力あるので、あのね、お子さんにこう課題があるなと思う方は、まずちょっとね、自分で見本見せるといいかもしれないですね。 そうですね。はい。よくあの男の子の質問で、うちの子本読まないんですっていうお母さんとか、お母さん本読みますかって言ったら全然読みませんって。まあそういうのをよくいただく質問であるので、やっぱりそういった自分がまず見せていくっていうのはすごく大事かなというふうに思いました。ありがとうございます。うん、あすまして、少しあのこのまままた質問していきたいんですけども、えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と。あ、ごめんなさい。先ほど、 ディシジョンのところでちょっと戻ってもよろしいですかね。あの<え>コメントで質問をいただいたので、ディシジョンの捉え方をさらに詳しく教えていただきたいですと。ラグビーの指導の中にはディシジョンメイキングという考え方がありますが、個人競技のディシジョンとは何でしょうかあさっきこれ答えましたね、少し。そうですね。だけど、個人競技がわると、あの人間が生きていく上では、もう常にやっぱりディシジョンしてて、朝ごはん何食べようかなとかね、昼ごはん何食べようかなとか。 今日何着ようかななみたいなこれ全部ディッショオンなわけですよ。うん、でやっぱりこう無意識的にしていることを時々振り返り、本当にこの、ね、無意識的にやっていることでいいのだろうかで。いい意味で言うと、ルーティン化されてくるとディッショオンしないんですね。すに習慣化されたものをですね人間って意識しなくて、無意識的にやることを習慣というんです、ね。でこの習慣が集団に及んでいくのが実は僕の専門の組織文化なわけですよ。 そう考えたときに、いい組織文化がもちろんあれば、これはもうね、どんどん醸成した方がいいんですけど、悪い組織文化が入り込んでたときに、まずそれに気づくことが大事で,で、それを変えていくには、もう一人一人の行動しかないわけですよ。例えばサッカーやってますね。あるチーム練習あります。ちょっと走りますね。ここからここまで走りますよ。ね、インターバルやりますときに、 そこのチームがその線のラインを全員超えてターンするか、コーチが見てなかったら手前で戻ってくね、2、3歩手前で戻るか、コーチが見るとちゃんとやるのかと、僕全部あの文化なわけですよね。それ、意識的にやってるようでもあの結構無意識でやってるんですね。大事なのは、 一回一回の行動に対して、なんとなくこう一旦荒れだし、これって本当に今自分にとっていいディッションなのかどうか。ターンであれば、見てなくてもね、1超えようとか、見てなくても、ね、ちゃんと回数やろうとか。これ、これも実は全部ディッションなので、まあやっぱり一旦大事なのは今ね、こう生活してる中で、 こ大人な子供も自分のやってるこうルーティーン含め無意識的にやってることを含め今やってるこうね一つずつのちっちゃなこう決断が本当に自分にとって満足かということを見直すことが大事ですね。で、次のフェーズとしてだったらどこから変えていくのかと。でやっぱり一つずつのディッションは基本的にはそれに紐づく目的とか目標が 明確であればあるほど精度が高まっていくのでそこを立ち止まって考えるということは非常に大事ですね。あとやっぱり自分の中で振り返った時にこのディシジョン良かったなとかって悪かったなとかって考えた時の基準を明確にしていればさらにいいですね。まあそういう形でなかなかですねあの無意識の自分の、ね、行動を可視化することはで,で,できないかもしれませんが スポーツは、実は、一個一個のディッションが、特に今はね、映像全部撮るとですね、すべてにディッションが紐づくわけですよ。さっきはね、パス受けました。ドリブルするか、パスするか、右にするか、左にするか、ね。それをね、こうトラップしてるね、相手を引き寄せるか。これが全部スタッツに出るわけですね。だから、スタッツに基づき、ああ、こうすべきだったねってことを振り返りながら、 精度を上げていくので本来、ね、自分の本当のねこう自己啓発であったり能力開発をしたいんだったら全員の,あの全てのコードビデオを撮り全部に、ね、箸の持ち方からねあの家のねこうドアの閉め方まで全部ディッションの塊ですのでそこにこう分析をかけるとさらにこういいね 行動が生み出されるんじゃないかなと、極端に言えばね、思います。まあ、そういう意味では、スポーツはね、自分の癖を図る意味では、めちゃくちゃ。使える、どうかなと思います。ありがとうございます。ここまで、あの、いくつか、まあ、スポーツで、この学べること、たくさん、あの、聞きしてきたんですけども。あの、ちょっと、頂いてる質問の中で、もう一つ、あの。まあ、今、その、子供が、習い事、何にしようか、並んでると。 こうスポーツどのスポーツ、どの競技を選べばいいのか教えてほしいという,う質問があったんですけども、これに対して中,中高さんからなんか伝えたいこととか,ございますか、はい、えー、伝えたいことは、あの多分これ、親御さんの質問ですよね。親御さんじゃなくあの、主体者であるお子さんが何を選ぶかの土壌をしっかり作ってあげた方がいいかもしれないです。 何を選んだらいいのかって、親が何を選ぶというよりは、最も大事なのは、そのね、子供がその一つの競技の中で一個のパスをうんぬなし、どのスポーツをやるのかっていう最高の決断の場ですので、それを勝手に人生って結局、そのね、何度やっぱりいいディッシューションをしたかによるわけです。で、それで考えると、たくさんディッシューションの失敗もした方がいいし、学んだ方がいいし、本当に良かったなディッシューションも、 こう含めて、その人の幸せになるとしたら、今はね、たくさん、もしね、その相談された方、お子さんに、たくさんのスポーツをやる選択肢があるのならば、安易に決めずに、迷ってるんだったら、その体験会、1回じゃなく、3回,回全部に3回生かしてみて、あなたはどれが好きなのもしかしたら、曜日のね、調整があるかもしれないけど、もう1つに絞れないと、2つやってみたいって言ったら、 やらた方がいいしやっぱスポーツ嫌だなって言ったら、音楽やらせてもいいと思いますし、アートやらせてもいいと思うので、ぜひ、ご本人に決めさせてほしあのいただけるといいかなと思います。ご本人わかんないって言ったら、いや、じゃあ、たらね、私が決めるって言って、親が決めじゃなくて、いや、わかんなかったら、わかるまで付き合い、ね、じゃあもう一回見てみようか、みたいな。とか スポーツちょっとねやめて別のをやってみようかみたいな,なんかそういうね選択肢を広げてあげやっぱりどうすべきかというより当事者がこれだったらやってみたいって思われる、うん、こう一つの言葉を発するお膳立てをしてあげることがベストかなという気がしますねありがとうございますそうですよねやっぱり子子たたちちのこう自主性というか子どもたちが実際に まあ、お子さんがやりたいという気持ちがやっぱり大事だなというふうに思っていて、まあ、勉強もそうですが、やらされるのがだめっていうのはこうよく言われてますが、やっぱり自ら集中して、まあ自ら本当に面白いと思って、楽しいと思ってやってることって、すごく子どもたちにとって還元力が強いというふうに私たちも思っていて、すごくあのそこはあのいつも大事にしているところなので、まあ、ぜひあの親御さんたちにもまあそういった観点で選んでいただきたいというか、あのそういった観点で子どもたちが選べるような環境を作ってほしいなというふうに思っています。 ありがとととううございいます、はい、ということであのそろそろ、まあ、お時間があの来てしまったということもあるんですけども、あの何かあの、まあ、今、視聴者の方で何かご質問とかあればあ、チャットでいただければありますし、あとはあちょっと私からです、ね、個人的な質問があって、例えば、中竹さんがこうラグビーで、えーまあ、人間力を鍛える、まあ、人間力を磨くラグビー教室をやるって言ったら、どんな教室にしますかっていうのをお聞きしたくて。 はい、もうそれで言うとですね、あの全部自分で考えてほしいなって感じですよね。あの僕の、まあ、そもそもあの早稲田で監督やってたときも、U20 のラグビーやってた時もですね、基本考えてもらうんですよ。うん、多くの指導者が考えて、これはやらないといけないっていうところをだいぶ手放し、あの専門用語で言うと、デリゲートですね。いかに託すか。 で指導者ってやっぱりその託すことっていうのが本質的な仕事である,にあるからこそあの試合は託さないといけないわけじゃないですか試合はコーチに出れないからこそ本質的にはコーチの仕事は最後試合の日には託して、ね、送り出すわけですけど託さなくていいところは極力コントロールしたくなるのがやっぱり人間の差がなので まあそことのせめぎ合いではあるんですが、僕は最終的に託すからこそ、プロセスも託すぞぐらいな感じで、大体いいチーム始めるとどういうチームを作りたいみたいな。あの選手ももうガクって感じですね。監督決めるじゃないですかみたいな。いや、あの俺もまあ決めろとやれば決めるけど、やるのは君たちだし、なんかどういうチームを作りたいの 最初はみんな大体困っちゃうんですけど、いや、そう言われるんだったら、自分で作っていいって言うんだったら、ちょっと、こんなチームいいっすね、とか。いや、だったらちょっと、じゃあ、具体的にどんな攻め方したいとか、どんな、そうね、練習やりたいとか。まあ、ほとんど問いかけで、みんなに考えてもらうと。これめちゃくちゃ時間かかるんですよね。自分で考えてこれやるぞっていうより、圧倒的に時間はかかるんですが、それの方が、 自分で決めたわけですね。決断した。時間が多くなるし、あの、まあ、幸福学的に見ても、まあ、実践得たものよりも、自分の人生を自分で選んだという、あの、決定感。これが大きく左右するって考えたにも、僕のポリシーとしては、人間力を高めるの一つの部分を大きく取ると、 自分で物事を決めるというこの覚悟と、えー、そのまあ実践をやれるかどうかが結構重要になるのでチーム作りとしては常にあのデリゲート、託すってことやってますけど大半は文句やりますね。<laughs> <laughs> <laughs> でもあの言葉で言うなら本当にあの理想だなというふうに思います。あの まあ今多分あの中竹さんがお話しされたのって結構、まあ元々中瀬さんが教えられていた、例えば高校生だったり、大学生っていうところを中心にお話しされたと思うんですけども、今、質問でも上がっていますが、例えばあまあ幼児であったり、そういった自治療の選択肢を持っ,いい持っていない子たちにその選択肢を育んでいくためには、どのような働きかけがいいのかという質問が今あったんですけども、実はこれ、サッカーでもすごくはいあの言われていて、 なんだろうこう考えるサッカー教室とかってすごく言われてるんですけどもあの、まあ、選択肢が多い分、まあ、結構広いコートでやってしまうと選択肢が無限にできてしまう中でこれは自由に考えていいよっていうのは逆にこう何も考えられなくなるというかそもそも何やっていいか分かんないっていうような問題がすごく起きてるなというふうに思っていて、まあ、すごくその幼児に対する、まあ、その決めさせるとかそのディシをさせるっていうのはすごく難しいなと思ってるんですけども。 例えば私たちの場合は、そのあえて選択肢を制限してあげるっていうのをすごく意識していて、例えばあまあ選択肢が0か100とかじゃなくて、まあ、3つぐらいにしてあげると、子どもたちもすごくその中で何か工夫しようとするし、その中でまあその枠を飛び越えようとするっていうのがやっぱりすごく感じていて、まああのまあ、子どもたちにそのなんか選択肢を、まあ、決断というところを育むためには、 やっぱり選択肢をある程度制限してあげるのがいいのかなというふうにあの私は考えているんですけども、なんかそこについてな、はいかない、まさにそうです。結局、幼児の子供たちはまず選択肢をあげられないっていうし、のと、選択肢が多すぎるってなるので、適切な選択肢に限定してあげると。で、問いかけもですね、まあ、いろんな問いかけがあります。あのね、5W1H みたいな、なぜとか何とかね、どうやったらええとかありますけど、 やっぱり一番こう寄り添ったあの選択の問いかけとしてはやっぱこう選択肢質問ですね。今これとこれとこれがあるけどどうしたらいいうん、うん、こういう、ね、チャンスがあるけどこれどれがいいと思うみたいなこの選択肢を適切に出せるかというのは実は質問大人の質問力にとってめちゃくちゃ重要なわけですよ。あのぶっきらぼうにねなぜとか何とかねどうとかっていうのはもう聞く側から,からするとです、ね、結構楽なわけですねで。答える側が難しいんですよ。 そうなると、特に用心に関しては答えることを簡単にし、けど選ぶことは難しい。考えることはね、スムーズにいくような場面を作るには、選択質問っていうのはめちゃくちゃ重要になってきますね。で、これは鍛えないと、実はせんあの質問力って鍛えないと、あの筋トレと一緒で、もう日々自分の,センターの、ね、問いかけが本当にフィットしてるかってことを考え抜かないと、やっぱりあの上達しないので、 ぜひあのね、特に幼児の方々に出す質問ってめちゃくちゃ難しいからこそ、あのね、自分の、ね、問いかけが本当に適切かどうかということを、なんかちょっとね、今日機会に見直していただけるといいかなという気がしますね。ありがとうございます。はい、ということであの、まあ、もうそろそろお時間も来てしまったということもあって、あのまあ、この他に質問がなければ、はい、そろそろ終わりとさせていただきたいなというふうに思っているんですけれども。 なんかなんか最後にお伝えしておきたいこと、皆さんにお伝えしておきたいこと、かございますでしょうか、はい、あまずは俺です皆さん、あの今日ねあの、貴重なお時間を視聴していただき、ありがとうございます。あの僕自身としては、も今日はあはスポーツの話でしたけども、なんかねやっぱスポーツがすべてではなく、スポーツの大事さを、ね、理解しながらも、まあ、次回続くこうアートの話でしたり、まあ、そもそもね学習におけるね、 こうところで同じエッセンスを学べるので、まあ、子どもたちの可能性を広げるためにはなんか選択肢がたくさんあるぞということを理解していただければ僕自身もすごく嬉しいなと思います。で僕自身もあの先ほど言ったようにコーチのコーチでありますが結局、共に学ぶということをやっていかないといけないので、まあ、皆さんと共にこれからも学んでいきたいと思っていますありがとうございます。 ということで、あの次回は8月20日、えー、木曜日に9時から、はい、こちらの音楽の部門の笹森と対談になりますので、また皆さんもぜひ楽しみにしておいてください。ということで、えー、ちょっとお時間も来てしまいましたので、あのー、少しちょっと本日、前半の方、画面トラブル等ございまして大変失礼いたしました。あ最後までお付き合いしてくださった皆様、あの本当にどうもありがとうございました。ということで、えー、本日は終了とさせていただきます。えー、どうもありがとうございました。 ありがとうございました。